はい、皆さんこんにちは、かまどしおん二郎です。今日はね、なんと水車講座、水車のやり方を説明しようと思います。イエーイ。あとこの動画を見てね、あ、この技ちょっとできないなとか、もう一回基礎からやりたいなって思ったら、僕の過去の動画を見てくれたら分かるようになると思うんで、分からないことがあったら昔の動画を見てみてください。早速水車のやり方を説明しようと思います。レッツ水車。じゃあまず水車する前に、このウェブスターができるようになっておきましょう。で、次が刀と友達になっておきましょう。最初水車するときって、いきなりね、こういう木刀とか当たったらやばそうな刀で水車すると結構危ないから、スポンジの刀とか柔らかい刀とか、まあ、あとなんかダイソーとかで売ってるさ、プカプカプール浮くときにさ、スポンジのさ柔らかい、なんかプールとかによく浮くやつあるじゃん、あれとかで思って水車するのを最初おすすめします。いきなり木刀とかでするとね、ちょっと怖いんで、まあ、最初はちょっと柔らかい棒とかでやってみてください。最初は普通に刀片手持ってウェブスターするだけで、片手で抱え込みをしましょう。じゃあまず行ってみます。最初ね、これだけでもだいぶイメトレになると思う。片手でね、刀を持ってウェブスターするのに慣れたら、次は両手で刀を持ちますっていう感じです。でもぶっちゃけこれだけでも、最後ね、両手で刀さえ触れてれば水車っぽく見えるんですよ。まあちょっとやってみますね。初心者向けの水車が完成ですで、次が中級編の水車なんだけど、背中つくバージョンで、片手で刀を持っとって振り手して、回ってる最中に両手で刀を持って背中に次はつけます。で、最後に着地と同時にバッて切る。片手で持ってる、回ってる最中に両手で持って背中つける、着地と同時にバッです。で、これもね、最初やるときはスポンジの刀とか柔らかいやつでやりましょう。じゃあやってみます。次が上級編水車なんやけど、この上級編水車がね、一番アニメに近い水車かなって僕は思ってます。まあでも人によったらね、中級編よりも上級編の方が簡単ですわって人もいるかもしれないけど、まあそういう人は、まあ、上級編に一気に飛ばしちゃっても大丈夫だと思います。じゃあ上級編のやり方を説明します。もう上級編水車は本当にアニメの水車の通りに、刀縦に振って、この縦に振った勢いでウェブスターして、着地と同時にバンって切る感じ。中級編と違うところは、中級編はさ、片手で刀持っとって、で背中つけてそのまま水車ができたけど、上級編になるともう最初から両手持ってて、でこの刀の振った勢いでウェブスターをするんで、まあその本当に刀と友達になれてないとできないんじゃないかなって僕は思ってます。刀を振った勢いでウェブスターして、ウェブスターしてる途中に背中つけて、最後にパコーン。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。もし僕の講座動画を見て、片足の前回りができたよとか、まあ、水車ができたよとかなった方がいたら、ぜひぜひストーリーとかでね、僕にメッションして動画を見せてくれるととても嬉しいんで、よかったらぜひぜひそちらの方もお願いします。あとですね、水車やるときに
絶対に最初に木刀を使うんじゃなくて柔らかい刀、まあ、例えばスポンジで作った刀とか柔らかいものを使って水車してください。お願いします。じゃあみんな最後まで見てくれてありがとう。水車ビーム。